将棋八大タイトルの一つ王座戦の挑戦者を決めるトーナメント準決勝で藤井聡太七冠対羽生善治九段の注目の対局が始まりました。藤井七冠と日本将棋連盟の新しい会長に就任した羽生九段が戦う王座戦挑戦者決定トーナメントの準決勝は午前10時から東京渋谷区の将棋会館で始まりました。藤井七冠がこの対局を含めて連勝し王座戦への挑戦権を獲得すれば前人未到の八大タイトル独占も見えてきます。持ち時間はそれぞれ5時間で決着は夜になる見通しです。